な、何ですか？あ？何ですか？よしさん、おらんごになっちゃうが。じいさん？じいさんも死んだねん。亡くなった。もうあんたもう昔死んだやねえかい。ねえ、まだ金立ち前までおった。おるわけねえねえかい、もう。そこに書いてるやねえかい。どこにある？そこにつく、あんたのご飯食べるところに。もう。ほら、あんたが そこでご飯食べよるやろ。はい。そこに書いてるやねんか。そんなことねえな、書いてるね。ほら。そんな亡くなっちゃうらつまらんね。まだおるかと思って。おるもんかい、もう。そうかい。もうとっくの昔に死んじゃえねんか。まあ。もうあんたもう迷惑かけんで。迷惑かけとないけどね。もう徘徊の上してからもう。ほんなら。もう亡くなっちゃうよ、おらんね。おるわけねえじゃん、もう骨になって墓様に入っちゃうやねえか。そうかい。そうかいじゃん、あんたもう何年になるかい、もう。女はつまらんっていうの。つまらんちゃん。つましい。ありがとう。寝てください。はい。起きてこんでよ。もう起きてきまして。もう。ならおらんってね、もう。死んだち書いてるやないかい。死んだって、こら。書いてるやねんかい。そんなことね。そんなことやないと思うし、はい、書いてるやん、しんどね。はいはい。何回見てもわからんねえ。すまし。はい、寝てください。はい、迷惑かけんだよ。はい。ああ、本当は認知症の人にもこういうこと言ったらいけないんですけど、もう毎日毎日毎晩毎晩30分おきに来るともう言いたくなりますもんね。はい、寝てよ。はい。これが現実です。また起きてきた。どうすりゃいいんでしょうか。どうも全然いい。もう寝ちゃってください。もう。もう葬式終わったんでしょ。終わったよ、もう。もうこんなのどうしてよ。なんだよ、もう。なんか書いちゃったことあるしね。もうね。もう何回も起きてきてからもう困るもん。すみません。ほなもう何もしないでいいですか？何もしないでいいですから、もう寝てください。はい、そんなよかった。もう起きてこないでください。もう私もちょっとおかしなっちゃうね。僕もおかしなっちゃう。もう僕を苦しめんでください。はい、ほんならもう葬式も終わったんですよ。もう終わったってそこに書いてるやん。はい、ほんならいいですね。いいからもう寝てください。んなら帰もう帰られるわ。明日帰っていいんですか？ここは お家やんかい。うちやんかい、ここは。そうですか。そうですか。俺は息子やろもん。あ、俺は息子やねえか。いや、ここのや。あんたの息子やねえかい。あ、そうかい。あ、そうかい。でもほんならお手がここに寝ていいっちゃろ。寝ていいじゃん。あんた寝よるやねんかい、毎日毎日。ほんなら、もう俺を苦しめないでください。苦しめるわけじゃないって私もわからんきねや。もう寝てください。ほんならおとなしく寝ちゃうきゃいいっちゃろ。そうそうそう、朝まで寝てください。ありがとう。もう私もう俺を苦しめんで。ほんならここの動線でいいでしょ。動線でいいよ。もう葬式も終わったんかい。終わったって書いてる。もう終わったよ。そうですか。はい。ほんなら明日帰られるってやろ。帰られるって、ここはうちです。そうですか。ここはおばたのうちです。まあほんならここうちかい。うちやねえかい、あんたも。あんたが75年もここに住んでるうちやねえかい。ほんならうち、ああ、どこいい感じね。うん、ありがとう。もう起きてこんで、もう何回言うたちわからんね。もうわからん、同じ週末ね。毎日毎日毎晩ついくれるじゃんか、誰か。何の向かいか。私はどこに迎えに行くと。うちに帰って。ここはうちやねえか。そうかい。うちやねえか。それがわからんもんね。はい、すみません。寝てください。はい、起きてくんなよ。はい。は
毎日毎日こういう状態です。昼間はいいんですけど夜がね。何をしようか。はい、何を夜中どこかへ。ここはここはあんたを家じゃないかい。もうおってもいいつかい。いいってよ。もうあんたずっとここにおるやねえかい。もうあんた75年間この家に住んじょるやねえかい。そうかい。もうほんならおってへんね。いいとは。もう今夜中の3時ばい。あ、そうかい。もう徘徊をすん、もうせんでくれない。もう徘徊をしなんな。もう寝てください。ほんなら寝なけど。もう寝てここにおってもおらせしもらわんな。ずっとおるやねえかい。おるわがねえって。75年間ずっとここに住んでるやないかい。あ、そうかい。もう俺を寝かしてください。はいはいはい。もうお手本だ。今からまあお願いします。はい、もうお願いします。寝てください。なここのおらるるかい。おらるるき寝てください。もう、はいはい、勘弁してください。お願いします。早く寝てください。早くもいい。なここ寝てんいいつかい。寝てんいいですよ。もう毎日毎日寝てるじゃないですか。そうかい。ここはあんたの家じゃないですか。まあ家があんならいい。もうあなたの家じゃないですか。そうかい。もうわからん。同じ始末。もうあなたに言えば、もうここはもう今夜中の3時ば見てみや。はい、ほら夜中の3時やないかい。あ、すましい。ほんならもうほらもう寝られんばい。仕事もされんばい。もうあんたおかげで。ごめん。ほんなら今からもう寝てください。はい、お願いします。はい、まあ悪いね、心配かけて。もう、心配させないでください。どうすりゃいいですか。もう寝てください。もうお願いします。もう困ったね。困ってらんよ。もう寝てください。いいですか。はい、電気消しますよ。もうはいはいはい、はいはい、もう起きてこないでくださいね。はいはい。今日は令和3年5月の15日土曜日夜中の3時です。ばあちゃんは昨日夕方から徘徊をずっとしてます。まだしてます。寝てもらわないと私はもう明日の仕事をもう疲れます。まあこういう母親です。はい、以上になります。おはようじゃないば。おはようじゃないば。昨日はもう徘徊をもう夜中中してから。お手がや。朝方4時まで徘徊したき、もうおらもう寝られんやった。もう。まあ。苦しい。ああ、苦しい苦しい、もう。それ徘徊した。徘徊したくれんこっちゃねばい、もう。まあ。ね、答えんがね。徘徊すれば悪い。もう寝られんかった。悪かったね。どうすりゃいいか。どうすりゃいい。ちゃんともう困る場合も、ほら寝られんやった場合も。ほんと誰が徘徊すると。あんたってお手がない。もう寝られんかった場合、ほら仕事をほらもうできる前も本当は徘徊をしたき。まあ分からんの覚えん。覚えんか。寝ちょるかね。寝ちょらんけども夜中にも何回も徘徊するからもう覚えんか。まあねもうほらもう本当も頭がどうかなっちゃう。俺の方が頭がもうおかしなっちゃう。
認知症になって俺の方が。あんたがいい。おお。大変ばよ。大変だ。苦しかったです。おはようございます。今日は令和3年5月の16日日曜日でございます。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。母は14、5年ぐらい前から認知症の症状が出てまいりまして、特に 4,5 年ぐらい前、なんか症状が結構進んでるなぁと感じております。で、私は4人兄弟の末っ子であります。一番上が兄、その次が姉、その次が兄、そして私になります。末っ子ですが、私が両親をずっと見てまいりました。で、父は昨年の3月に他界しました。まだ母は95歳で元気ですけども、まあ、動画をご覧のように認知症であります。結構大変です。でも皆さんのコメントとかいいねとかいうのをポチッと押していただけるとですね、気持ちがすごく楽になってまた頑張ろうっていう気になります。今後もですね、また動画を見ていただいたら幸いです。よろしくお願いします。ありがとうございます。